はい、皆さんこんにちは、秋葉人です。このステディカムスムージーを使ってちょっと面白いことができるんです。それをちょっとご紹介したいと思います。通常ステディカムのマーリンなんかでもそうなんですけど、カメラを乗せて前を撮っていきますよね。これなんかも普通にしていると、はい、このように前側が撮れるような感じになりますよね。だけどこのね、内側のカメラにすると、はい、今度この画面、ここのところで内側を映すことができますよね。このままね、普通に構えて前に進んでいくと自分撮りで、そのまま撮れてしまうという素晴らしい機能ですね、これね。カメラに映ってる僕がこちらに今度映ってるんでしょ。意外とこれが使いやすいというところがね、やりやすいですよ。自分撮りしながらスムーズな絵でいけちゃう。通常のマーリンなんかだとこれをこっち側に向けて、この状態で、オペレートするんですが、どうしても片手操作になって、こういうふうに片手操作になりやすいんですよ、ね、それでだからやっぱりちょっと安定性だとかはかなり訓練していかないと、これがねもう安定していかないんですけど、この場合だと内側のカメラを使ってこのまま普通に両手で操作しながらでもいけてしまうので、これ結構便利かもしれないですね。で、僕も何日間かこのステディカムスムージーを一生懸命使って遊んでるんですけど、やっぱり自分撮りするときにこのままいけちゃうのですごい楽ですね。ではちょっと試しにね、自分撮りしたやつを流してみたいと思います。どうぞ。はい、今ステディカムスムージーを使って動画がどのように滑らかに撮れるかというテストをしてます。これはですね、 iPhone の内側のカメラ、自分撮り用のカメラを起動させて自分を眺めながらまっすぐ正面に進んでいるので、画面では後ろに進んでいるかと思います。これはですね、ステディカムの機械ですね、スムージーという機械を使って、まあ iPhone なのでどうしても手ぶれが発生してしまうと、それをちょっと防止するような機械なんですね。なのでちょっととはこう手ぶれが収まってるんじゃないかという期待を胸にですね、今ビデオを撮ってるわけなんですが、これもですね、リアルタイムの方にちょっと上げてみたいと思いますが、後で詳しいレビューの模様はですね、また通常の YouTube のサイトの方にアップしますので、それでご覧いただければと思いますけれども、でもなかなかよくいいんじゃないかな、きちんといけそうな気がするけどな、どうだろう。はい、これはですね、先ほどもう一つの YouTube チャンネル、リアルタイムにね、いろんな情報を上げてるこっちのチャンネルよりも、もう少し情報の速さとか、それから Facebook のね、ウォールに載せるように、作ったので、まあ大した内容はないんですよ。こんにちはとか、おやすみなさいとか、多分そのぐらいの内容しかないと思うんですけど、そっちの方にね、載せたやつなんですね。どうですか、意外と面白いでしょ。こうだ、 iPhone で撮影するにもこういう機械を使えば、本当にこうぐにゃぐにゃの画面の中でこう何かをするということがなくなるので、結構面白いかもしれません。本当いかがでしょうか。ぜひステディカムのスムージーのご紹介でした。